起きてから20分ぐらい経ちますかね。20分も経ってないかもしれない、15分ぐらいかな。はい、ガチ寝起きです。だからちょっと前髪がうねってます。トゥルリーン。私のモーニングルーティーンは朝に白湯を飲むことです。白湯入ってます。あー美味しい、うん、あーはーすごいお酒じゃないのに。白湯ではなく白湯です。はいおさんさん、そう上位3位に入ると最終審査に出れるんで、ぜひ上位3位そして目指せば1位で、頑張っていけたらいいなと思います。おはよう初見です。星投げてください。今日はすごい雨ですね。雨の音がすごい聞こえます。みんな朝早いね。けど朝早くから遊びに来てくれてありがとう。あ、それでは会社に行ってきます。だって、行ってらっしゃい。熊の数1位もいいの？だ。熊も。黄色い熊がポイントに入ります。今日運動会だったの？娘さんの。雨で中止なんだ。1位のリスナーさんのポイントがすごいよ。1人の貢献度見たらって言って。なるほど。はい、SKE バージョンのクマなのでぜひお願いします。はい、おはようございます。一人で120万円、そんな人が出たの？そんな人が出たの？一人が、どこで出たの？そんな、わお、蒲田のところも70万。ラッキーとこは強い人がいるんよ。まこさんのところは120万。わお、もうねコツコツと私も配信を楽しみながら皆さんと目指して頑張ってきたらいいなと思います。はじめまして。でも見て、ニキビできちゃったんです、ここに。ね、みんなで力を合わせて頑張りましょう。くまちゃんらしくで、だってありがとう。おはようございます。あ、くまありがとう。 SKE くまがありがとう。初見です、だってありがとう。ぜひぜひ星投げてください。一人一人の力が大事って、ぜひそうなんです。みんなの力を合わせて、
はよう。元気玉のようにオラに力を。広告報酬アイコンはスマホはルーム入室画面右下にあります。パソコンは右上にあります。無料でギフトをゲットできます。そう、お、トップ5入り、4位に上がりました。お、ランクアップ、ふうふうふう、朝からイエーイ、いいよ、ありがとうございます。ふう、あまり私大きな声出しちゃいけないんですけど、めちゃめちゃ嬉しいです。やったー、はーい、わっしょい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 。あー、ガンガン行こう。おはよう、みんな。 お星様もありがとう。ラブレターとかもありがとう。愛もありがとう。お星さまありがとう。初見さんもありがとう。あー、うあー、パジャマ配信です。今日は私のパジャマはトゥットゥルルトゥットゥ、見えるかな、ドラえもん。私の今日のパジャマはドラえもん、僕ドラえもんです。全然声似てない。おはよう、おはよう。ぜひ広告無料ギフトもらえるので、開いて右側でありますね。パジャマ姿はレアですね。確かにショールームでパジャマ姿はないです。クマエモンです。のび太くんみたいなメガネかけてだね。ちょっとメガネレアですよ、ガチめ。こうすると全く見えないです。こうやってやるとさ、スピン感めっちゃ出ますよね。眉毛の色がもう黒く感じちゃうよ。雨がしょぶしょぶする。みんな朝強いよね。私も弱くはないんですけれども、あえて今ちょっと静かにやっているので起こしちゃいけないですからね。でも見て、ニキビ、おニキビさんがグッドモーニングしちゃったの。だいぶ治ってきたけど、おニキビさん、キャー。3時に起きてノールマクリアしといた、だってありがとう。朝は声が小さいんですね。だってこの時間は会社行かなきゃ時間なの。起きてます。だってよかった。あ、クマありがとう。唇もありがとう。ハートもありがとう。健康第一でありがとう。ありがとうございます。おはよう。モーニングルーティーンはですね、こうやって、あ、せっかくなら新しいの使おう。またのモーニングルーティーンはだいたい白湯を飲んでのんびりするんですけど、いつも昨日も炊いたけどお香を炊いてます。昨日はジャスミンを炊いたので、今日はこっちの白檀を炊きたいなと思います。
いつも朝はお香を焚いて白湯を飲むっていう、なんかクマちゃんらしくない女子力あるようなことをやっています。お出かけですかね。車の音が聞こえますね。車の音が聞こえます。エンジン音が。毎朝やってますね。こんな感じで今日も朝から帰ります。帰りません、カエルさんです。カエルさんが はい、こんな感じです。カエルさん、朝も頑張ってください。ゲロゲロ、ゲコゲコ。朝クマ、おはクマ。うん、いい香り、落ち着くね。白檀の香りは本当にいい匂いですね。白檀の中でもちょっと爽やかめなお香りです。こんな感じで朝はのんびりと過ごしております。朝のニュースとかを見たりとか流してたりとかしてますね。はい、そんな感じでまったりとゆっくりとしています。で、朝むくみが、今日はまだむくんでないんですけど、あれですかね、みんなに会うからと寝ながら意識していたんでしょうかっていうぐらい、今日は意外と顔がむくんでいない。そんなに寝てないからかな。昨日も結局夜更かししちゃった。昨日はお風呂入って音楽聴いたりとかドラマ見たりとかして、ね、そうで夜更かししたから意外とすっきりしてます。でドラマ見て、ドラマがあと1話、明日で、今日だ、今日で最後なので、月曜から夜更かしやん。私月曜から夜更かしめっちゃ見てる、マツコさんのめっちゃ見てる。面白いもん。公演前に眠くならない、意外と眠くならないかもしれない。一回だけ多分眠気くると思うんだけどね。あれめっちゃ面白い。だって夜更かししても、今日お誕生日のおじです。だっておめでとう、お誕生日おめでとう。疎外島インタビューがめっちゃ面白いんですよ。本当に面白い。あ、なんかいろんな人いるんだなと思って。あら、オラも誕生日だ。おめでとう。おめでとうございます。今日誕生日の方皆さん。基本的にクマって。元気な一緒よね。だって仕事行ってくるね。だってありがとう、見に来てくれて。いってらっしゃい。おはようございます。おはようございます。
ってらっしゃい。頑張ってください、お仕事の皆さん。朝のモーニングルーティンの話だったよね。だからモーニングルーティンはあれですね、結局私的にはいつもむくみになるんで、皆さんも暇だったらやってみてください今。これはいつも私がやっているストレッチではないんですけれども、むくみ取りでもないんですけど、けどすごいスッキリするんでよかったらやってほしいんですけど、肩にこうやって手をつけるじゃないですか、で90度まで上げるんですよ。 90度まで上げて前に持ってこう肘を上げるんです。で耳からまた横一直線になるようにして下ろす。肩を回す作業です。背骨とかがゴリゴリいますね。肩甲骨がゴリゴリとめっちゃ言います。これやるだけでスッキリするんで。肩短いねって、肩の幅がない、肩幅ないんです。私めっちゃ肩幅ないんです。そう、肩めっちゃない、今ここですから肩。意外とさ、こっからここ引いてあげるの難しいんだよ。そうで、あとはもうここの鎖骨のリンパを流すんです。ここの鎖骨のリンパを、こうやって流すんですよ。そう、マジ、ね、寝起きの顔。そう、鎖骨をこうやって流さないと詰まってっちゃって、鎖骨どこってなっちゃうんで、そう流してください、大事です。首とかも、頭皮見せて。そう、そんな感じでやっております。あとはもうボケーっとしてます。パジャマはね、自由。パジャマは自由だよ。パジャマは GU で買ったドラえもん。おはよう、だおはよう。くまちゃんいつも何時起きてるの？くまちゃんは何時だろう。くまちゃん仕事によって本当に変わります。結局今日は配信で6時45分ぐらいに起きて、昼からの時は10時とか、ほんと夜からの時でいっぱい寝れるなっていう日はだいたい、今最近は例えば一日休みの時とかはほんと昼まで寝てる時あったんですけど、最近寝れなくなっちゃって昼まで、そう、だいたい遅くても12時とかに起きちゃう。ドデスカの時は3時半起きでした。ドデスカの時は3時半起きくらいだったかな。
朝ごはんとかもちゃんとしっかり食べたい人だから、1時間は仕事出勤から1時間前には起きてたい人なので、そうだけど、なんか昼何にもない日は本当に12時ぐらいとか1時ぐらい、寝れるんだったら2時ぐらいまで寝てますけど、昔は結構4時とか昼の4時まで寝てた時とかあったの、本当1日休みの時とか。けど最近昼の4時までとか寝れることができなくなっちゃって、逆にこれって年を取ったって意味なのって思いながら、けど本当に昼の最高でも2時ぐらいには、そう1日寝てた時あったね。本当に寝る体力ってすごいんだなって思った。そう、そんな感じでいつも、そう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 、夕方ですねほぼ。でも本当4時ぐらいまで寝て、起きて夜ご飯食べてまた寝るっていう、そんな一日を過ごしたこともあります。休みの日はボケーっと。けど今はだからそこまで寝れなくなっちゃったから、は体力使うんだな寝るっていうのにも、若いってすごいなって思った。そんな4時まで寝てたなんてちょっと前ですかね。そう今は2時ぐらい、最低でも2時まで、そんな感じです休みの日は。この前モーニング部でパンケーキとクレープ食べました、チカ子と。そう、すごい朝からなんかさ、私のお仕事はさ、すごいあれじゃん、時間が決まってないじゃん。だから本当に仕事によってその起きる時間を変えてくって形なんだけど、やっぱりさ、仕事で、あの毎回あの通勤時間が一緒の方はさ、毎朝この時間に起きるって決まってるからさ、やっぱあの目覚ましかけなくても不意に目覚めるってことができるの。私はもうほんと目覚めしにないとほんと無理なんだけど、けどこうやって決まってる人ってさ、意外と自然とこの時間に起きちゃったみたいな、そういうことがあるのかな。体おかしくならない？もう慣れてます。逆に私はずっと中学校から SK に入って、その中学校から今までずっとそういう、その仕事に合わせての時間で起きてるんで、そうすごい体が覚えてる。だってすごいね、体内時計がすごい。どんな気を吹かししても起きれる。私はさ、あのそんなどんな気を吹かししてもって、もう目覚ましがなかったら絶対に起きれないんですよ。もう毎回違うからね。そうだけど別にそれが偉いとかはなくて、もうずっと続いてるんで十何年もその生活が、だから意外と結構何も違和感を感じていません。なんならその大学生の時期は1年生とかさ、2年生とかさ、結構朝からの授業が多いわけじゃないですか。3年生からはさ、だいぶ授業が減っていったりとか、4年生とかだから午後の授業を取ったりとかもできるけど、1、2年ってだいたい結構決まった絶対に取らないといけない単位とかあるじゃないですか。この授業は絶対受けてくださいっていう必須科目みたいな、だからそういう授業があった時は毎回朝早くから1時間目って始まっちゃうから、それに合わせての時間でずっと動いてたりとかしてたから、その大学時代ぐらいは意外と体内時計活躍していたかもしれないけど、もう終わった、その体内時計働いてる。大学の授業っていつも朝だ、あ、外国語の授業、外国語の
授業は私はそんなに朝じゃなかったんですけど、何が朝早かったかな。逆にどこでも寝れる、全然寝れます。ほんとどこでも爆睡する、どこでも爆睡するし、どこでも金縛りにあってる。うってうって、寝ないで一軒目行ってた思い出ね、あったね。ごちゃ混ぜやってた時はほぼ寝ないで大学行ってましたね。一軒目の体育はきつかった。それはきついね。私大学の体育の授業で顎関節症になったから本当に。そう、金縛り合うんですよ、めっちゃ合うの。お、100万ポイントいってる、わーい、ありがとうございます。わいわいわしょい、100万ポイント超えてました皆さん、嬉しい、ありがとう。ごちゃの時のトーク会辛そうだったな。そう、ごちゃの時のトーク会は本当に寝不足という寝不足で、エナジードリンク飲んでたら余計に気持ち悪くなっちゃって、それもストローで飲んでたのが悪かったんだよね。ストローでエナジードリンクを飲みながらトーク会やってたんだけど、それが余計に体に巡っちゃって、そうそう、それで気持ち悪くなっちゃって、ほんと倒れそうになったね。初めてその時倒れそうになったから、エナジードリンクの効果ってすごいんだなって思った。だから皆さん、ストローで飲むのはおすすめしないですね、すごい巡ってしまうから。グランッときちゃう。だから普通にストローじゃなくて普通に飲むのが一番いいかもしれない。スタッフさんがさ、口紅とかやっぱつけてるじゃないですか、化粧は、化粧してるから、ストローをね用意してくれるんですよいつも。でエナジードリンクをストローで飲んだけど、ストローで飲むって一番良くないんだよね。お酒とかもそうだと思うんですけど、ストローで飲むと巡りが良くなっちゃうから。そうそうそう、あの時はもうほんとみんなに、え、くまちゃん大丈夫、めっちゃあれだよ、顔が死んでるよって言われながら特会されしてたのを覚えてます。申し訳ない、ほんとに。そうそう、そんな時期もありました、ごちゃ混ぜ時代は。朝の授業なんて頭に入らなかったもん。そろそろ会社行きます、だって今日も頑張ってねって。頑張る、ありがとう、いってらっしゃい。あの頃の AKB の握手会9時からだったもんね。そうなんですよ、めっちゃ早かったから、ファンの皆さんもめっちゃ眠そうだった9時からかって言って。今ぐらいの握手会の時間だったら全然寝れてたと思うから楽だったんだろうな。ね、そんな時期乗り越えたのすげえな、だってね、なんやかんや乗り越えられてたんだね。ねえ、けどファンの皆さんもごちゃ聞いてくれてたから、でもごちゃ聞いて朝の9時にね握手行ってたんだなと思うとすごいなって思います。ファンの皆さんも絶対眠かっただろうに、私のラジオ聞いてから朝に。
すごいよ、ファンの皆さんは。おはよう、おはよう。おはよう、おはようございます。初見さん、おはようございます。ぜひ星投げてください、お願いします。1時間睡眠でした。そうだよね、そうなるよね。ゴチャがだって4時に終わって、そっから東京とか大阪も行ってたもんね。大阪の朝とかだよ、やばかったもん。東京だったら私はさ、その場で寝れるから、東京で収録だ、あの生放送だからさ、そのまま行けたけど、大阪の時は朝9時で大阪だから、大阪の東海終わって東京に行って朝の4時までラジオやって、また始発でお風呂だけ入って大阪行って朝の9時から握手って、あったね、そんな時が。ね、絶対そうだよね、握手会終わってから寝てましたって、絶対ファンの人つらかっただろうな。ありがとう、そんなのに。お仕事頑張っていってらっしゃい。ねえ、さすがに大阪の時あくまちゃんきつそうだった、ね、そうだね、ちょっと来てたかもしれない、その時は。けどまあそういうのも乗り越えたから今があるっていうのあるよね。そうそう、そういうの乗り越えて今があるって感じ。おはようございます。いい思い出です、今となって。だからさ、結構そういう日が続く時とかさ、大学ってさ1年目はさ、ちゃんと私服着てメイクしていくんよ。さすがにちょっとあの本当にあの SKE ってバレ始めるからさ、ありがたいことにバレてくれたので、それなのにすっぴんでいけないって思って、で私服も着てかなきゃちゃんとしたものって思って、大学1年目の時は頑張ってさ、朝早く起きてさ、髪の毛もさちゃんとストレートアイロンかけてさ、しっかりバレても、あやばいやつって思われないようにしないとって思ってさ、だからそういう握手会の後とかで眠いけど、あやらないとと思ったけどさ、やっぱ1年も経ってないかもしれない、慣れって怖いよね。もういいやって思って大学もジャージで行っていた思い出がある。もうそのまま公園だし、公園のジャージで行こうみたいな。もういいやみたいな、別に誰とも話さないしそんなと思って。そうそうそう、いや途中ジャージで行ってた気がする。まあ私服着てって時もあったけど、ちょっともういいやと思って、慣れてきたしと、もう深いあのキャップかぶってマスクしつけいいやみたいな。ジャージで大学は強いって、もうさ、もうめんどくさかったんだよな、その時はもういいやみたい。レッスン着で大学はやばい。いや本当にもうだって、もういや慣れた授業だし、いつもの生徒さんたちだけだしと思って、もういやと思って、もうジャージで行ってた時もありましたね。そのままごちゃ終わって東京からも始発の時なんて、もう一番新幹線乗ってて楽な服装とかで、そんな感じで。
ジャージって言ってもみんなが思ってるジャージじゃないかもしれないけど、そうみんなが思っている本当にジャージっていうジャージはしてないと思うけど、ある程度オシャンジャージっぽい感じ。けどもう本当に上だけトレーナーでした。もうデニム履いとけばいいかなっていう。ゼロポジみたいなジャージは想像しないでください。あの極戦のヤンクミみたいなジャージは想像しないでください。ああいう感じではないですああいう感じではなかったです。あれだったら逆に目立っちゃうよね。そんな感じで過ごしていましたが、鉄友さんのジャージを想像しています。そういうジャージではないです。仕事行ってらっしゃい。初見です。だってありがとうございます。おはようございます。星待ってます。星投げてください。すっごい雨の音聞こえるよね。雨やだな。仕事頑張ってね。ふう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 、ミラーボールだ、イエーイ。奥瀬もメガネしてた。黒縁メガネ。あれ黒縁じゃなかったっけ、こういうメガネだったっけ。今日めちゃくちゃ雨らしいからみんな気をつけてね。傘忘れないように。忘れるわけないかすっごい雨らしいから今日皆さん気をつけてね。そのメガネ可愛い。だってありがとう、嬉しい。でも雨の音ってめっちゃ寝れるよね。夕方ぐらいから雨がひどくなるらしい。本当にやだね。けども今日私は劇場公演にほぼいると思うので、向かう皆さんが大変だと思うので、私はもう多分室内にずっといると思うので、皆さんは気をつけて劇場にお越しください。仕事の方も仕事帰りとか気をつけて帰ってくださいね。行きもねちょっと雨降ってると思うんですけれども。公演頑張る、ありがとう。今日どんな髪型にしようかな。昔劇場に傘忘れてた、うん、見つかるといいね。ねえ今日はルカと一緒に出るね。そうだね、楽しみ。んー何にしようかな。 DMM で見てますって、ありがとう。ねえそうだよね、電車とか遅れてる人とか。気をつけて、本当に。いってらっしゃい。ルカは、あ、なんかね、ツイートで見たんだけどね、前ルカがE公演出るならクマポジじゃないと出ないって言ってたから、もしかして私今日出ないんかなっていうっていう、なんか MC かなんかで言ってたみたいで、ファンの人がルカちゃんが E 公演出るとか言ってるけど前クマポジじゃないと出ないって言ってたけどどうなんだろうって
書かれてて、え、もしかして私お休みって、クマポに変更スライドする、もしかして。そうそう、ポジ取られに来てる私。ウェズコントロールセンターするってね。立ち止まってていい？あ、今日バンテリン行くのだって。もうお願いします、もう応援。私もあの配信で見て、見れる時は見てるので、はい、本当に私の分まで応援よろしくお願いします。劇場に来る方を気をつけて来てください。ドームは試合あっていいな。そうだよね、雨だから中止のところもあるだよね、屋根あるからね。今日は高橋宏斗投手だから期待です。そこも楽しみですね。高橋くんファンって書いてある。そうなんですね、俺のヒロと俺のじゃないって。めちゃ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 ファンの方。ちょっとこのコメント内だけでも高橋ヒロと投手の奪い合い始まってんじゃんね。ドラゴンズもワッショイできますようにだね。あ、おはようございます。ヒロとキュンって書いてある。みんなみんなのヒロトって書いてある。そうやな、そう今日交流戦だから。そうだよ、今日から大事だから、こっからこっから本当に大事だから、めちゃめちゃ楽しみなんですけど。私もくまちゃんファンとしても、私もうドラゴンズ勉強しないとなって。ぜひ一緒にドラゴンズファンに。そうです、セーブとです。マジで大事です本当に、交流戦もうお願いします。おはようございます。家庭内でもバトルですだって。旦那さんがセーブなんだ、ファン、セーブファンで家庭内でね、あるよね、そういうところもあるもんね。そうだよね。あ、クマありがとう。そう、もう全力応援を。公演前も私いつも配信見て出てますね。6時からじゃないですか試合が。だから6時半から公演なんで、ギリギリまで配信つけて見てます。公演の練習しろよって話だよね、ごめんなさい、ちゃんとします。はい、そうですね、ちゃんとしないとね、すいません。おはよう。ハートもありがとう。初訪問の皆さんもおはようございます。おはよう。お、今日ジップの来てるね、にらら出てるよだって。うそん、ララちゃん
頑張ってくださいだってありがとう。イベント頑張ります。今イベント参加中なので皆さんいっぱい星送ってください。星とアイテム待ってます。クマは黄色の SKE カラーを投げてくださると嬉しいです。お願いします。グッドモーニング。星はあのデイリーミッションってあって開いて右側のところに出ているデイリーミッションも星がもらえるので、その広告とか見ないといけないんですけど、その広告とかをぜひよかったら見ていただいてゲットしていただけるとアイテム、コメントもどんどんして盛り上がるといいらしいですよね。だっておはよう、おはよう、クマもありがとう。コメントもどんどんして盛り上げるといいらしいです。皆さんコメントプリーズ。盛り上げてこう、イエーイ。朝から元気でごめんね。あんくまありがとう。あともありがとう。わしょいわしょい、コメントコメント欲しいですって言ったらコメントってきた。おはー、今日はルカティンが出るから蒲田いじりがすごく見られそうな気がして楽しみです。絶対蒲田いじりがすごいだろうなっていう、ちょっと期待しかないですね。出るって聞いた時は蒲田がいる日がいいなって思ってたけど、蒲田が今日はいるんで、おはよう。ミラーボール、ふう。ふう、ありがとう。二度目訪問、初訪問の皆さん、こんにちはじゃなくておはようございます。クマちゃんも気をつけてて、そうですね、今日インスタのストーリーちゃんとしたものをあげられたら、いやさっきの朝のストーリーが変だって言われたらちょっとあれなんですけれども、うっすら音楽さっきからかけてました、 BGM 用。パジャマですか？そうです、今日は起きたてほやほやくまちゃんです。ちなみに今日のパジャマはドラえもん、ガチメガネで、行ってます。3位まで近づいたね、やった朝やってよかったねって、わーい。あと5分で終わっちゃう。3位に行けるか行けないか、もう少しで夢の国に行ってくる。雨じゃん、めっちゃめっちゃ雨じゃん。気をつけて楽しんで。お、クマありがとう。ドラえもんの道具で一番欲しいものはアンキパン。あーけどアンキパンもいいけど、なんだろうな、あれボイスチェンジできるやつ、あのジャイアンが歌が上手くなった日あるじゃないですか、
その日その道具が欲しいかも。なんかめちゃめちゃ有名アーティストの声になれるみたいな。イケボになりたい。めちゃめちゃイケボになりたい。あ、そう、スキマスイッチさんになるやつ。そう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 。歌が上手いジャイアンはジャイアンじゃないのよ。だってそう、歌が上手くなりたいから、そういうのも欲しいな。いや、どこでもドアじゃなくてタイムマシンも欲しい。タイムマシンで戻っていろいろ変えられるかもしれない。タケコプター、タケコプターはちょっとあの、まあ空飛びたいけど、あ、もしもボックスがあれば何でもできそう。確かに。ドラえもんが欲しい。まさにそれはそうなんですけど、ドラえもんいてくれたら本当にありがたい。おお、朝から1万近く行くってすごいね。だってありがとう、朝早くから起きてる方がこんなにもいるんだね。初見さんありがとう。タケフコプターじゃなくてタケトンボ欲しいな。もらえるよ、っていうか作れるよ。タケトンボ作りな。初見です、クマちゃん頑張ってんだって、ありがとう。今イベント中なので。ぜひいっぱい投げてください、お願いします。今連続ドラマ出演をかけたイベントを行っているので、ぜひぜひこちらまで、ここ待って、あと1分で終わりだ。待って、1分で終わりだった。ちょっと次回の配信ね、次回は次の配信はじゅん、本日の12時、お昼の12時からです。皆さんお昼の12時から昼休み、昼ご飯食べながら配信しましょう。薄いから見えない。はい、ということで、8時になりましたので、朝の配信はこれで終了になります。朝から皆さん遊びに来てくださって、そしてアイテムもいっぱい投げてくださりありがとうございます。また今日の12時からお昼休憩ということでクマの目が開いてないね、ナッキーみたいって言われた、開いてないね。ご飯ですよの人みたい。はい、ということで、あ、はい、とりあえず朝はこれにて終了なんですけど、今日もお昼と夜の配信があったりするので、ぜひぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。お昼は12時から、夜は22時半からやりたいと思います。公演の時間がちょっと押しちゃったらあれなんですけど、一応22時半から夜はやろうとしてますけど、とりあえずは次は12時からなのでお待ちしております。せっかくなのでスクショ
こっち見てると良くないか、コメント。こっちか。朝っぽいコップ。はい。スクショタイム終わり。では、ぜひ続いては12時から皆さんお会いしましょう。グッドモーニングでした。それではくまちゃんこと熊崎遥でした。連続ドラマ出演に向けて頑張りましょう。皆さんありがとう。おはようございます。いってらっしゃい。またね。お仕事みんな頑張ってね。次は12時からやりますよ。それではいってらっしゃい。またね。おやすみ。おやすみじゃない、おやすみじゃない、おはよう。いってらっしゃい。おはようございます。おやすみ。眠たいが勝っておやすみ言っちゃった。おはようございます。皆さんお仕事いってらっしゃい。またねー。